この時間は、龍国大学の李相哲先生に解説をしていただきます。先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。VTR でもご覧いただきました。四年ぶりの大規模訓練。米韓合同軍事演習始まる。えユン政権の狙いはというお話です。まあ、米韓合同軍事演習ですけども、日本も決してあの他人事ではございません。で、やはりそこに北朝鮮がどんな反応をするのかというところも気になるところです。 でえー、米韓同盟の完全復元を示すということでして、えー、この3者がまあどういうふうに関わってくるのかということですけれどもまず、ユン政権はムン・ジェイン前政権とは違う姿勢を見せて台湾問題、米中摩擦が激化する中中国も牽制か先生、こういったことが要するに計算されているんじゃないかということなんですねその通りですねあのこれまで米韓同盟はちょっと疎遠になりましたよね、ムン、うん・ジェイン政権で。 それを完全に復元したという意味合いと、北朝鮮に対する抑制、そういう警告でもあります、今、北朝鮮はですねこの米韓行動軍事演習を一番嫌がってるんですね、うん、この軍事演習をやれば、北朝鮮は準戦時状態に入って、エネルギーもないし、食べ物もない中で、まだ栄養失調にかかっている軍人が半分もいるのに、えー、それを総動員しなければならない、うん、ですから、この北朝鮮にとってはとても苦痛なんですね。 その間、まあいろんなその金もかかりますし、うん、あの本当に怖いこの訓練はね。北朝鮮の兵士はその多くの人がコンディションはやっぱり良くないんですか。え、あの統計上四十二パーセントぐらいが栄養失調。失調最近は増えていると言って。ます、はあ、それでもただその戦闘体制といいますか構えておかなければならないのが北朝鮮だ、ね。反応せざるを得ない。はあ、ですから去年前もそうだったけれども、北朝鮮が韓国と交渉するときに。 一番その、まあ、やってほしいのが、この米韓合同軍事演習をやめてほしいど、はい、それでもその、の何かあったときはそのミサイルを撃って、えー、要するに威嚇するよという,ようなことですねです緊張を高めたくなければやめなさいと言ってますけれども、うんうん、今までやっぱりムン・ジェイン政権は北朝鮮が喜ぶことをやろうとしたんですね、うん、それでもやっぱり時間だけは与えたので、力はやっぱり見せないと。 北朝鮮はもう勝手なことをするというので米韓同盟の怖さを見せるという意味があると思います、うん、北朝鮮は事前演習の段階ですでにもう2発の巡航ミサイルを発射していますで今後も何らかの挑発に出るということが考えられるただ核実験との声もあるですが核実験は先制はないんじゃないかというふうに見てらっしゃるんですねはい、あの時期的にはです、ね、9月とか、まあ、1月とかが多いんですね。うん それはあの北朝鮮はあの道が全部放送されてないのでその山奥まで資材を運んだりとかするのもこの雨期とか難しいんですよ、そういう問題もありますし今、北朝鮮の最終カードといわれる核実験のカードをいきなり出すのもちょっと重いんですよね。うん、ですかかかららもうちょっとと強いまあ核ミサイルとか局地的な挑発してから 核実験の時期を多分選ぶだろうと。 いずれにしても尹政権に変わってからは豊田さん、やっぱりちょっとこう緊張感がまたあの増してきているのかなというそそんなお話ででしたねそうですねで例えばあの、ロシアがウクライナで NATO が結束したのと同じで、はい、やっぱりあのもうこっちの身内仲間内で揉めている場合じゃないの、うん中国があって北朝鮮があって、はい、でロシアもあったらじゃあもうこっちはみんなで結束して向かわなきゃいけないじゃないかという流れと、うん、もう一個、やっぱりあの朝鮮半島とか台湾だけではなくて例えば中国は日本も含めて東 東シナ海とか南シナ海にも出ていっているし、うんはい、太平洋諸島にも出ていっているしあとはインドと中国ももめったりするのでもう広くこうインド太平洋アジア太平洋で考えてあの結束していくとだからそのためにやっぱクアッドインドも含めてあのやっていたり、はい、あるいはオーストラリアとかも入れてパシフィックでやっていたりとか、はい、そ,のそういういろんな動きが今いろいろ。 急激に動いていっているので、うん、それはもう日本もそのど真ん中にいるんだっていうことを、うん、やっぱり日本国民の命と国土を守るためにやらなきゃいけないんだっていうことだと思ってます。北朝鮮がっていうことだけじゃなくて、もっと俯瞰で見なければならないとい,いうことですね。さあ、そして、えー、この韓国と北朝鮮に関しましては、こんな欧州もありました。えー、韓国のユン大統領が北朝鮮の非核化を条件に大胆な経済支援を行いますよ、こう話しました。それを受けて北朝鮮の金与正氏は。 愚か極まりない、絶対に相手にしない、<laughs> 駒場君、もう全くもう <laughs> あの重ね合うところがないというか、つな <laughs>、ね、がることがなさそうな、いや、浮きはない感じですもんねだから、このあたりはもう、到底受け入れられないという立場は崩さないわけですね、そうですねあの、支援はですね、大胆な支援はやっぱり前提条件があって、うん、核実験をしない、うん、あるいは核開発中断すればっていうふうな前提条件があるので、はい 金正恩政権からすると、そんな安物と我々のもうあの一番大事なものを、はい、彼女は国債と言いましたけれども、ね、はい、それと交換することはありえない、はい、そんなことを考えるのは、あの愚かの,あの極まりだというふうに言ってるんですよね、それと、まあ、あの少しこの談話にはです、ね、ちょっとその自分を防御するようなあの狙いもあるように見えるのは、うん、ちょっとそのまあ、あの ちょっと膨らんでですね話ししないというようなそんなニュアンスもありますよね、うん、絶,対絶対話し,しないよというふうに言ってるんだけれども、うん、それは少し今、ユン・ソゲルが呼びかけてるのは金正恩に対してでもありますけれども北朝鮮のエリート層にそんなことを言ってるから、うん、金正恩からするとエリート層はやっぱり経済支援が欲しいのに、うん、金正恩が邪魔だというふうに考えてしまう人たちもいるから。うん だから彼らはもう一言で断らないと、はあ、強い態度を見せないと、国内民心が少しこうバラバラになる可能性もあるじゃあ北朝鮮の,その中枢には、もしかしたら韓国の言うことを聞きそうな人も何かいやあのそれは表に立つことはないけれども、うん、今の北朝鮮の状況からすると、まあ、そのようにエリートの中には考えてもおかしくない人たちがいるんですよね。 なんかあんなにあの国民がもうね大変苦しい思いをしているわけですから小山君、ちょっとぐらい経済支援を受けた方がいいんじゃないのとかなんか我々はそうやって思ってしまいますけどそ朝鮮は無理してないんですかそんなこんなにこう経済支援をするっていう金正恩が困ることはないんですよね彼は食べ物はいつも豊富にある彼からすると、うんはい、本当に人民の生活を向上させようとすれば簡単にできるんですよ。よ、はいうん、支援をももらわなくても今 あの核開発に使っているお金を人民生活向上に使えばいいんですよ、しかしそれしない、人民生活が、まあ、あの極端なことでえば、人民生活が少し楽になれば、違うことを考えるので、うん、人民の生活を優先することはまずない、<ー>彼らが考えているのは、<ー>政権をどのようにすれば維持していくかことだけなんですね。でですすからら核というのはももももしも今もう完成間近ですけれども捨てたら、うん 彼は裸の王様になってしまう,う絶対捨てないし人民、国民のことよりもやっぱりその核開発の方が優先される。という,うーユン政権ですけども、まあ、ナジャさん、ここのところずっと日本と韓国の関係うまくいってないんだけどもちょっとこういう前向きなことを言ってくれる大統領なんだなというのはこっちにも伝わってきましたけどもね。そうです でもその割に支持率はものすごく低いわけじゃないですかそこがなぜなのかなって思いますよね、うん、ちょっとこう見ていきましょうか。はい、現在ユン大統領の支持率が 28これあの、就任当時は50%以上あったんですけどもだから100日ほどで急激に下がったとで、ねうん、で不支持が64%というのが現在のユン大統領ですえ。先生によりますと親日が支持率低下の原因ではなくてムン、えー、前政権の捜査結果が出ていない。 検察出身ばかりの人事、こういったことが影響してるんだよと、先生、そういういことなんですか、はいあのー、今、この数字からすると、ユン・ソギョル大統領を支持した人も離れているという数字ですよね、はいで、その人たちは、私たちがユン大統領を選んだのは、ムン・ジェイン政権を追及してほしいというふうに思って選んだのに、うんうん、何もしてないんじゃないかという不満があるんですね。うん、それからまあ一方では そのユン・ソギル氏は自分の親しい検察の人ばかり、重要しているから、これは何かムン・ジェンをやっつけるためじゃないかとして、また猛烈に反発している状況、ただ、数字上は、今朝の発表では、リアルメータメータの調査では32.5%と、ちょっと持ち直しているんですね、これはあのキャラップ、韓国で一番そのまあ信頼がおけると言われるキャラップの調査でも、 あの24%からっと持ち直している、なぜ支持しないかというふうに聞くと、人事が問題だと、それが一番なんですね、26%、それからまああの経験不足、まあ、能力ないというのが11%、ただ、開交で、開交問題で支持しないという人たちは、4%しかないんですよね、日本の問題,を日本問題はもう全く入ってない。 ですから日本の親の日とか反日とかそれは今のユン政権の支持率の,まああのこう上限にですね全く関わっていないというのが分かるんですね。ただ、数字上出ているその人事の問題というこれがですねあのまあその韓国の世論調査の手法がいろいろありますので私が見るにはユン大統領があの今、法律の支配と 常識的なまあ国政運営とかいうふうに考えてますのでこの人をやっつけろとか操作しろというの指示が出せないですから今法的鉄石を取っているので100日かかってるんですねそれを見ると一般の支持者からすると何をモタモタしてるんだと韓国の人々たちはせっかちですよねですからそういう人たちはもう あの指示を撤回してる。そういう人たちが多いと思います。じゃ、うん、もうちょっと待ったら、そのあたりの文前政権のその不正の捜査みたいなとこが結果出てくるんですね。あの、9月からどんどん出てくると思います。<ー>実はあの今進んでるんですね。ですから、今少し持ち直しているのは大統領記録官を固く捜索したり、うん、2>, 2日前にねえ。うん、それから今あの大統領府。うん あのムン・ジェイン側近10人を2日前に告発したりとか、はい、いろんな動きがあるので少しまだ。あの あのユン大統領支持者が戻ってるんじゃないかというふうに思いますけれどもその日本に対してというところなんですけれどもこっ,こっちに戻りますけれどもね、えー、韓国の記念日従軍慰安婦を称える日という日があるんですけどこれが8月14日だったんですけども、はい、この式典にユン大統領は参加をしなかったもしかしたら日本に配慮したんじゃないかというようなことも言われていますし、うん、あとはもうずっと言われてますけどもこの徴用工問題ですけども日本側と衝突することなく原告側が 保証を受けられる案を検討していますよと。駒場君、なんか今までにはなかった。日本にこう配慮してくれている。うん、なんかそんなふうな気もしますけどね。僕らからしたらちょっとね、安心というか、うんね、そういう感じの気持ちですけどね。うん、はい。うん、そこがうまいこといくかどうか<え>。ここのね、ねあの衝突することなくっていう、この言葉がすごく大事なんですね。はい、そこのその前にまだ四文字があって。主権、日本の出権問題に衝突することなく。うんはい、つまり、あの。 今、韓国大法院が下した賠償命令、それから日本企業に対するその、うん、株と特許2件を、ね、あの差し押さえる、それを献金化するという、それをすればあの日本と衝突します、はい、それはしませんという意味で読める言葉なんですね、うん、ですから日本には迷惑かけませんと、うん、その代わりに何、まあ、とかあの解決策を模索するということなんですが。 今あの、まあ、見てるとです、ね、やっぱり妙案がないんですよね、うん、ただ、もう尹大統領が政治的な判断をして、韓国がまず解決する、被害者を救済する。うん その後日韓関係は、まあ、話し合いで解決する、そういう順番にいくと思います。ねはい、もうこれに関しては、豊田さんずっと日本はもう解決済みですから、もう韓国でちゃんとやってくださいよっていう立場でしたものね。うん、そうですね。あの歴史問題って本当にあの根が深いですし、うん、日本の方もやっぱりすごく複雑な思いがあると思うんですね。はいうん、で、何度も何度もひっくり返されてきたとか、うん、ただやっぱり、じゃあ今、今私たちは。 どうすべきか未来に向かってとい,いうことを考えたときにやっぱり大統領がここまであの新日でできているというのは本当にあのいい機会だと思うのでこれまた大統領によってもまたひっくり返ったりもしちゃうのでやっぱりこのタイミングを生かして歴史問題も含めた上でさっきの,あの同盟の話も含めてどうやってあの日本の,あの国益、国民を守っていけるかということをすごい真剣にあの気を伸ばさずに考えないといけないと思いいいととけ思ますね、うん、だからこのユン大統領が就任したことで日本はチャンスというかいい関係を築く。 チャンスなわけでしょだと思います、ね、で例えばあの支持率が下がってるから、うん、その国内の世論を喚起するためにあの外に敵を作るっていうのはよく、まあ、取られがちな方法なんですけど、はい、例えばあのインブンババ大統領があの竹島に上陸しったりとかあんなことされたらこっちはたまったもんじゃないのでうん、うん、い私はあの今回はそんなことはなさらないんじゃないかと、うん、あの思っているのでそれに対してあの日本政府がどう応えられるかと、うん、で日本国民にとってあのみんながあの気持ちがいいように韓国にとって でも、あの、まあ、きれ事ではないですけど、あの、やれる珍しいチャンスじゃないかな、うん。なるほど。なんだか、こう、反日を、こう、掲げると、支持率が上がるみたいなことは、なんか聞いたりしますけど、先生。やっぱり、そういう考え方もあるんですか。あの、韓国ではないと、見た方がいいですね。あの、全くユンソギョルの支持率、に関しては、親日とか反日とか、全く関係ないんですよね。うん、ただ、あの、支持率が低いと、ユン大統領が日本との関係で、思い切った。 あの決断すするのは難しいんですよ、うん、ただあの、まあ、あの今、ユン大統領は演説で日韓ともに譲歩し,しながらやりましょうというふうに言ってますけれども、うんうん、日本はです、ね、ユン・セギョルがそういう親日的な発言をしたとして臨時的にま,あまだ韓国と玉虫色の,あの行為をしたりとかするとまだ禍根を残すのでこの際、もうん。うんうんうん 徹底的にもう韓国がやりなさいと韓国が特別法を作るかまあ、国が大変さえするか関係なく徴用問題をまず韓国が約束通り解決してくれればその次のステップで日本が何かするという立場なんですねですから今一番その攻め合いの山場ですまあ、いい方向で いい方向に行くと私は信じてますけれどねずっと言われてますけどその芸能とか文化とかそういったものは小山君非常に日韓なんか若い人たち中心にうまくいってるのになんか政治だけなんかうまくいかないなっていうやっとチャンスなのかなつながってるパイプはありますからやっぱその政治っていう部分はねやっぱりこう僕ら国同士のことがねそこは何も言えないことがなんか歯がゆいですけれども文化は分かり合ってるんでねいい雰囲気になってますねはい。ただユン政権現在 支持率が28%ここからまあ、李先生の見立てだと上がってくるのではないかということでした今後もユン政権と日本とのその関係を注視していきたいと思いますこの時間は李先生に解説していただきました先生どうもありがとうございましたありがとうございました